今回はキレッキレすぎる昔のクレヨンしんちゃんを楽しむみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。キレッキレで好き。顔がピカソになるってなんだよ。地味に風間くんもおかしくて笑う。ピカソより風間くんが何なんだよ。初期の風間くんはスネオ系の変人だった。ちなみにこのネタは単行本未収録エピソードだから今回のセールでは読めないから注意な。しんちゃん顔面破壊シリーズ好き。これ本当好き。よくこれがファミリー向けの国民的アニメになったよな。ちびまる子だって内容がブラックもブラックだし、当時のアニメスタッフが有能だったんだろう。放送開始当初は PTA やらなんやらからクレームガンガンついてやり玉にあげられてた子供に見せたくない番組堂々1位だぞ。アニメも原作も徐々にマイルドにしていった戦略勝ちよ。ケツだけ成人で内臓ひっくり返るんじゃないかレベルで笑った記憶あるわよ。正直初期は大人向け漫画だったから割とエグい下ネタぶっ込んでくるよね。そもそも青年誌だからな。というか青年誌の4コマを幼児向けアニメとして放映するのは発想がまあまあイカれてる。挙句に映画を作って1作目が一家がパラレルワールドに行って劇中ヒーローと共にオカマのハイグレ魔王と戦うはネジが外れてるとしか言いようがない。単行本の書き下ろしの外伝エピソードとかが下敷きなんだっけ。それを映画用に調整して公開した。あ、いい。初期は割と先生方の性格が荒い。これよ。ベルリンの壁はまだわかるけど、天安門広場で建物じゃなくて戦車作るのはイカれてる。何を言ってるんだ。天安門広場に戦車はつきものだろう。戦車が突き潰してるものから目をそらしながら。鉛筆しんちゃんだっけ。そもそも大人向け掲載誌なんで子供向けじゃないし、 PTA が文句言うのもお門違いな気がしなくもないが、アニメ化は明らかに子供向けな時間帯で始めてんだよな。なんでこの当時は深夜アニメという概念がなかったから。しばらく後の時代ですらポケモンとエヴァンゲリオンと少女革命ユテナが同じ時間帯だし、なんかあの当時青年誌のギャグ漫画がやたらゴールデンでアニメ化されてたんだよ。誰も覚えてないけど熊野プー太郎さんとか。それ覚えてるわ。それ、おかんから視聴禁止されたんであんまり見れてないけど、昔夕方に再放送やってたから見たことある。僕、幸せウサギ、幞せ探して30年。声が矢島さんだったような気がする。この返し見てると風間がしんのすけと仲良いのもわかる。ぶっちゃけ頭がいいんだよな二人とも。意味わかった上で絡んでこれるのしんちゃんくらいだよね。ヒロシとミサイが普通に SEX しようとするエピソードもあるし、よくあの当時でアニメ化しようと思ったな。子供の時単行本読んでてコンドームが何なのかわかんなかったな。なんならひまわり生まれた後でもあったぞ。寝ぼけたしんのすけとひまわりにお邪魔されたけど。なんか元はアニメ化したい本命の作品を通すための数合わせ的なやつなんだっけか。しんちゃんがめっちゃ人気になったからお偉いさんめっちゃ褒めたらしい。風間くんが風邪で休んだら、しんのすけに死んだことにされてたってのは笑った。あの回はまだ嫌味キャラだった風間くんが今の不憫属性を備え出した感あって好き。内容はともかくもともと増刊号始まりだった作品なのによくここまでの国民的アニメになったよなとは思う。20巻まで10円セールやってるのね。なぜか9巻だけ値段高いけど。教えてくれてありがとう。かったわ。そもそもクレヨンしんちゃんの原型が昔の名作 NHK ドラマおしんをパロった漫画で、予想させて方向に出した乱字未開道しんのすけが一人歩きし、その後スピンオフで保育園児にした結果が今のしんちゃんという切れ具合だったりする。なんだそれ、マジかよ。初知りすぎる。しんのすけ今よりだいぶ横暴かつ嫌なやつで結構暴力的。風間、嫌なやつかつ金持ちキャラ。ナルシストでエリート気取りと今だと愛ちゃんが持ってる属性が多かった。ねねちゃん、普通の女の子。初期はしんのすけとセットのエピソードが多く、しんのすけの暴走に巻き込まれがち。坊ちゃん、ガチで足りないことして描かれてる。おにぎり、裏切らない。と長期連載ゆえとはいえ結構キャラとポジ違ってて面白い。 PTA 的なものに目の敵にされての覚えてる。元が青年誌なのに子供が見れる時間帯でアニメ化され子供人気も出たもの。
当時は深夜アニメはなかったと思う。つよししっかりしなさい、オバタリアン。クレシンぐらいの時青年誌漫画でアニメ化されてたやつだったかな。このページ大好き。テンポとキレすごくて草。確かこの後のボケに対するツッコミは運転席のハンドルもぎ取って突き刺しに来るんだよね。この回は流血量とバイオレンスさとテンポの良さとオチのひどさでクソ笑ったな。しんちゃん顔から窓出しちゃダメ先生逆です。少年足部も元は青年誌だっけ。クレヨンしんちゃんと同じ系列雑誌じゃなかったけ。足部は今 BL 漫画なんだったか。ウィキペディア情報だとノトラスウェイ社の週刊ヤングランプでアニメ化後ミスタマ社の漫画タウンでカラー再掲されたらしい。結構あるんかそういうの。BL 漫画家が書いてるだけで BL ではない。素顔くんとチットちゃんめちゃくちゃ可愛い。ハンドル握るの久しぶりで緊張するわ。父ちゃんのチンチンは時々握るのにね。次のコマでタンコブついて伸びてるしんのすけが目に浮かぶ。そりゃ人気出るなってレベルの切れ味で笑う。そして子供が真似するからやめろとクレームが出るのもわかる。子供向けではないよな。なんか深夜枠でこっそり原作の切れ味のままアニメ作ってくんないかな。この面白さもっと知られてほしい。原作ってか初期の数巻だけの多分10巻までいかない作風だぞここまでやってるのは。深夜枠って言ったって今はネット配信とかで大人も子供も昼間に見れちゃうし需要を共有してないそうから自分たちの知っているしんちゃんじゃないってめんどくさい文句言われそう。子供読者誰なのだよ。初期見さえ普通に美人だよね。これ後々の回でしんのすけがサイン覚えてひろしがせがまれて教えたサインで親子3人会話し出すの好き。なおその後新しいサインが考案された模様。そういや他にも書店協会ブロックサインをデタラメで合わせられるっていうくらいにはサインに強いなしんのすけ。急にフリーが出てくるのララッタ。ドラゴンボールネタはちょくちょく出てくるんだよな。記入特戦隊くらいの戦闘力。アニメだけど吉永先生の家で春日部防衛隊が喧嘩しちゃって吉永先生は誰の味方ですかと聞かれて先生は中立よと答えたら風間くんが中立銃だって、それじゃまるで国連じゃないですかと言ってたの本当に面白い。幼児に通じねえよこんなブラックジョーク。思ってたより作風がバイオレンスは、そりゃ子供には見せたくないと怒られるわ。子供の頃、コミックス読んでてオラがスキンをつけて何するの？とか当時はわからんネタが結構あったな。こういうただただ下品なだけのやつも好き。カンプ摩擦中の田村恵里子の元ネタを最近知った。結構際どい写真なのな。サス服の原型みたいな形してんな。てかこれもしかして田村恵里子描きたかっただけなんじゃともなる。近年の毒親うんぬん聞くと昔の作風でも割と理想の家族じゃねえかなと思うんだ。アニメ化して人気出てから割と早い段階で過激なネタとか下ネタ減ってくのよな。ミサエのグリグリ攻撃痛そうだったわ。そういや連載時期近いもんなとなる。ゴンドラボールセット。極初期のエピソードにあったギャピー。しんのすけってあんまり泣かないイメージがあったから初期を見ると泣く場面が多くて意外だったな。役作り優が引っ越して泣く回好きだった。プーコンとか小鳥とか連撃のブリブリガエモンとかの泣き方が結構好き。爆破テロに巻き込まれて死ぬキャラが出てくる。国民的アニメの姿か。これが元から家族愛的なのは描写されてたしアニメ化いけると判断したのはその側面もあったんだろう。まあ最初は半年かそんぐらいでのつなぎ番組扱いだったらしいけどな。しんのすけが体にもじゃもじゃな落書きしてもっくんって言ってたコマだけ妙に記憶に残ってる。アニメ化前はチョコビじゃなくてコアラのマーチだったのは覚えてる。スライトも昔はちょいちょい出てたイメージある。